はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。本日アプリの更新がありました。そしてですね、運営の公式の方でまたですね、次のイベントのね情報が出てきたので、今日はですね、次のイベント8周年記念イベントの話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。やっぱりこうやってさ、次のイベントどんな感じのイベントなんだろう、何なんだろうってこうやってさ、みんなとさ予想して話すのが面白いんだよね。で、僕の方でですね、いくつか予想 CG の方も作成しております。まずはですね、舞台はさあ、イベントの舞台はどこになるんでしょうか。舞台はですね、おそらく8周年記念イベントということで、まあ、前回と同じような感じで、まあ、プニプニ工場、そして、まあ、プニプニといったら竜神島、リンネの城、そして決勝戦、そして裏マッププニプニ工場リベンジという感じで来るんじゃないかなと思います。やっぱりプニプニをね代表するキャラたちが、まあ、たくさん出てくるということで、もうすでに上の方から公式 X の方でねポストがありました。気になるイベント形式は、こちらですね、もうイベントデータベースの方で、まあ、前回の動画でもねお話ししましたけども、おそらくプニットショットで来るんじゃないかなと思います。プニットショット、まあ、最近ねプニットショット多いんで、もう説明の必要はないでしょう。ゴルフ形式です。で、気になる難易度は、さあ難易度なんですけども、基本的には前回同様で、少しだけですね HP が上がって強くなってくるかなと思います。まずは弱い方の敵はプニプニ工場長で、レベル1から50まであって、まあ、だんだんね HP 上がってきます。レベル50マックスで HP が1万3000ということで、まあこれはですね前回と全く同じと。レベル40ぐらいまでね結構えぐい感じで上がるんですけども、まあおはじきよりはね遊びやすいかなと。まあ結構特攻キャラもねたくさんあるんで、まあこの辺りはなんとかなるのかなと思います。問題はですね、強い方の敵、今回プニ神がね来るんじゃないかと思います。まあ、前回完全体シオンがレベル10で HP89 万ということで、まあいよいよ100万100万の大台に乗っかるのか。レベル7からがえぐいんだよね。まあでもですね、なんとかおはじきフレンドと協力しながらね、なんとか無課金で攻略できればいいかなと思ってます。でですね、やっぱりこっからですよ。まあおはじきはね封印なので、裏マップですね、今回はおそらくですね、まあ事前のね予告動画にもありましたけども、福利ゆうちゃんの格闘バージョン、このチャイナドレスのねストリートファイターのねゆうちゃんが封印バトルの強敵として来るんじゃないかなと思います。まあプレイ条件もありと、そして封印して特攻使って倒してくださいよというパターン、まあ倒すと仲間にできるスタイルでね来るかなと思います。でですね、問題はここだよね。前座がですね、まあ、今回4体来るんじゃないかと思います。まあいつものスタイルです。まずはリンネ格闘、まあ、マップでも、ね、出るんだけど、ここは入手はガチャからと、まあ、封印の条件として、まあ、前座が来ると。 Z ランク以下縛り、反撃技ゲージ吸収、まあ、ただ攻撃力アップが使えるので、で気になるのが、まあ、対象キャラ以外弱体化するパターンが多いので、まあ、バフがね結構絞られるかなと思います。まあ、特攻やっぱりいるのかな。そして連格闘ですね、こちらも予告画像にありましたけども、まあ、強敵としても来ると。ダブルゼータ縛り、反撃効果無効と。まあ、ダブルゼータ縛りはね、まあ、キャラが揃ってればいけるとは思うんだけど、でもまあやっぱり厳しいには厳しいかなと思います。そしてフミルフェイ格闘と、ニアサから来ましたね。ダブルゼータ縛り、反撃効果無効、
まあ、特攻があればワンチャンあるかと。まあ、そしてどうなんだろうね、フミルフェイが一番厳しいのかな。暴走魔天ソラナキ格闘もですね、まあ、強敵としてくるかなと思います。ダブルゼータ縛り、まあでもこの辺りもね、最近技ゲージ吸収が厳しいので、まあそのためにですね、つなげてサイズアップのねキャラとかつながりやすくなるキャラあるんですけども、やっぱり難易度はね、やっぱり難しいかなと思います。なんとかね、裏マップ無課特攻なしでね攻略したいとは思ってます。で、課金要素はですね、プニットショットなので元気ドリンクスタイル、これだんだん地味に減らされてんだよねなかなか厳しいんですけども、まあなんとかね無課金でいきたいなと思います。入手方法がさ、勝利後のご褒美無制限とか言って出ねえからね。で、今回登場キャラなんですけども、今回のメンテでの妖怪大辞典の追加は8体ということで、まあ、ランク UZ そしが1体、そしてトリプルゼータが3体、ダブルゼータが2体、ランク Z が1体ということで、まあいつもと同じバランスでね来るんじゃないかなと思います。ちょっと1体ずつねキャラ詳しく見ていきたいなと思います。で、やっぱり一番気になるのはね、これ事前の告知動画で、今日のね告知動画で ありましたけども、この J なんですけども、これね、まあ、画像処理で見やすくすると若干見えてくるんだよな蛇っぽい、なんて言うんだろう、まあ、これね、閻魔族のランク UG で、必殺技は大量プニ消し、スキルはですね、自身の技ゲージが溜まった状態でスタート、そして追加スキルデカプニを消すと、そのデカプニが降ってくる感じで来るんじゃないかなと思います。まあ、特殊能力はね分かりませんまあでも、まあいつもの感じで言えば、封印強敵に対してね、特攻アップダウンと、そしてお弾きじゃない、プリントショットでも特攻ついてくるかなと思います。で、やっぱ一番欲しい福利ゆうちゃんなんですけども、トリプルゼータのニョロロン族、こちら封印強敵でね仲間にできるスタイルで来るかなと思います。必殺技はデカプニを4つ作り周囲を消す、スキルは自身をつなげてサイズアップ、来たよ来たよ来たよ、追加スキルは技ゲージが少し残ると、特殊の能力は獲得 Y ポイントアップということで、ゆうちゃんはね、またちょっと最近セクシー系でね運営攻めてくんだよね、欲しいです。ゲカ突破マックス狙って頑張っていきたいなと思います。そしてレンですね、格闘美少年スタイル、ランクトリプルゼータのポカポカ族、必殺技は全消しプラスプニの整理、スキルはフィーバーになった時に自分の技ゲージが溜まる、追加スキルは復活ということで、こちらもですね、まあ、ゲットして使ってみたい。暴走魔天ソラナキ格闘、名前長えよランクダブルゼータのカイマ族、必殺技は全消しプラスボーナス玉を作る、でかいやつね、スキルは自分以外が必殺技を使った時に自分の技ゲージが溜まる、デカプニを消すとそのデカプニが降ってくる、こちらもやっぱ欲しいね、久々のカイマ。リンネ格闘、ダブルゼータの閻魔族、必殺技は全消しプラス回復、スキルは自身をつなげてサイズアップ、つながりやすくなると。リンネもほんといろんなバージョンが出てるよねもうリンネ祭り、リンネだらけですよ。そしてフミルファイ格闘、ダブルゼータのプリチー族、全消しプラスサボり、スキルはデカプニを消すと回復、デカプニを消すと技ゲージがアップする。ふみちゃんもね、やっぱり欲しいんですよ、姫枠。そして超覚醒ブリー隊長、こちらはですね、おそらく販売、あの1000円のね販売枠で来るんじゃないかなと思います。ランク Z のイサマ種族、必殺技は攻撃力アップ、スキルは自身のデカプニの代わりにボーナス玉が降ってくる、特殊能力はまあゴルフ特攻とですね、
まあ、裏マップの強敵に対する特攻ということで、まあ倒せないと買うしかねえのかなっていう、また微妙な運営もうまいよね感じてくるんじゃないかなと思います。追加キャラは今回ですね、まあ、今回というかいつもなんですけども、追加ぶっ壊れキャラあると思います。まあ、ちょっとねそのあたりはじっくり予想していきたいと思いますけども、どうなんでしょうね。まあ、ちょっとねガチャをいつ回すのかとかね、いろいろ攻略今考えてますけども、今回日曜日スタートということでちょっとね全力で走ります、休みなんで。となるとやっぱりあれだよね、初日のエラー祭り、もうアクセスが集中してねサーバーダウンが来るんじゃねえかなっていうね心配もあります。でも最近来てないからな。ということで、さあ皆さんはですね、次のイベントどんな感じのイベントになると思いますでしょうか、コメント欄で教えてください。また今日もですね、おそらく日付変わってね、アプリの方で予告が来たり、明日もね運営から、まあ、リーク動画ね出てくるかと思うんで、まあ、つったそのあたりねちょっと詳しくね話していきたいなと思います。